皆さんこんにちは、はーちゃんです。今回はこちら NMB48 あかりんこと吉田あかりちゃんのダブル涙袋メーカー付きビューティーフォトブックを購入してきたので紹介していきたいと思います。この間の動画でこちらの第1弾のフォトブックを紹介したかなと思うんですけれども、こちらに引き続きね第2弾も発売されたということで購入しました。と前回のものはティントリップで、今もねすごいお気に入りでねつけてるんですけれども、リップだったんですよ。で今回は涙袋用シャドウ&ライナーということでですね、気になっていたので買ってきました。こないだ買った時もラス2で買えたっていう感じなんですけど、今回もねラスト2個で無事買いました。よかったです。私は本屋さんで購入したんですけど、ネットとかでね買う方もいるかもしれないんですけれどもね、本当に大人気なのでお早めにね皆さんゲットしてみてください。はい、というわけで今回もこちらのね涙袋ライナー使ってみたいと思うので、こちら開封していきたいと思います。前回のリップもね本当に可愛くって、今回のもめっちゃ楽しみですね。はい、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけど申し訳ないです。こんな感じです。前回と同じリップのマークは書いてあるんですけど、真ん中がピンクになっててめっちゃ可愛いです。で今回もね裏に書いてるのをちょっと読ませていただくんですが、リキッドシャドウ と下がトッピングアイライナーということでですね、こちらはこだわりのパールとラメが最大限に緩んだ目元をメイクということでですね、アイシャドウの普通に上からだったりとか、あと涙袋も使えるということで、あかりんちゃんも動画出してるんですけれども、今回こちらをねちょっとつけてみたいと思います。他にはないこのラメ感、あかりんがこだわり抜いたキラキラが実現ということでですね、上がチップになってるのかな。はい、シャドウはこんな感じです。手の甲に出してみると、あ、こんな感じ、すごい綺麗。めっちゃラメ感がすごい可愛いですね。色合いもすっごい可愛い。続いて、あ、すごい、すごいなんかすごいねこれ。でこっちの方なんですけど、書く感じ筆みたいになっててラメがすごい可愛いです。こっちはなんかまるでマニキュアかのような、すごいねキラキラのラメがいっぱい入ってるんですよ。めっちゃラメ入ってる、可愛い。こんな感じでねとっても可愛いです。今ちょっとメイクしちゃってるんですけれども、その上からちょっと塗ってみます。中に書いてることをちょっと読むんですけど、普通に基本の使い方としてはチップをね普通に涙袋にのせたり、ラメライナーをねこうやって引いたりとかっていう感じみたいですね。ちょっとやってみます。分かりにくくなるかなと思うので、まずこっちにチップをのせて、こっちにライナーの方でやっていきます。はい、じゃあちょっとねラメをのせてみたいと思います。ちょっとねたっぷりついたのでそれを伸ばしていきます。え、すごい、なんか最初はドバってつけちゃったんでめっちゃオレンジっぽくなっちゃうかなって思ったんですけど、塗っていくとすごいね肌に馴染むカラーで、ラメ感もめっちゃ可愛いです。こっちがつけた方で、こっちがね普通に今までの方なんですけど、めっちゃね可愛い。めっちゃこっちがねキラキラしたなと思います。伝わりますかね。こっちがつけた方で、こっちがやってない方です。すごいこのキラキラがね肌に馴染むのですごいありがたいなと思うし、キラキラもすごい可愛いです。続いてこちらのね涙袋のねチップじゃない方を引いていきたいと思います。チップじゃない方はポンポンとラメを乗せていって筆先を使って重ね付けすることがポイントみたいです。ちょっと塗ってみます。引くというより乗せるイメージみたいなので乗せていきます。ラメが可愛い。普段使うのももちろんいいんですけど、すごいこんなに可愛いラメだったらねライブとかにもつけていきたいなって思います。涙袋チップの方がこっち側、ライナーの方がこっち側です。どうですかね、分かりにくいと思うのでちょっと口角を上げます。はい、こんな感じです。どうですかね、すごい涙袋が可愛くなるコスメだなって思います。すごい涙袋がぷっくりしたなって思います。塗る前は結構明るめのオレンジっぽい感じなのかなって思ったんですけど、塗ってみるとすごく馴染んです、とっても可愛いです。はい、というわけで今回も NMB48 あかりんこと吉田あかりちゃんのビューティーフォトブック第2弾をね紹介しました。前回のリップも本当に可愛い色で大好きでね、すごく欲
出力もあって今もつけてるんですけど、こっちの涙袋の方もめちゃめちゃ可愛かったです。本当にあかりんちゃんの YouTube 見ていて本当に大好きなのでね、こうやってね買うことができて嬉しかったです。これ第3弾まで出るみたいなんですけれどもね、次もすごく楽しみです。でリップの方が前回は1480円だったんですけど、今回はね1780円プラス税ということでですね、こちら売ってるところにはまだあるかもしれないので、ぜひ皆さん気になる方はチェックしてみてください。この動画が良かったら少しでも参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。キラキラがすっごい可愛い。